ようこそ、ギターどうも、そうじゃない、そうです。ということで、今回はですね、4月27日に行われた第2回5期生お見立て会で、ちょっと自粛してた岡本ひなちゃんと中西アルノちゃんが活動復帰、活動再開したと思うんですけども、で、まあ僕ね、第2回5期生お見立て会現地に行ってきて、その2人がね、活動再開の瞬間というか、活動再開の場を実際に見てきたので、まあ、それを見てね、思ったこと、2人に対して思ったことを今回話していこうかなと思います。まずすごい会場が温かかったっすね。本当に、まあね、僕もぶっちゃけどうなるのかなって本当分からない中で、まあ、ブーイングする人がねもしかしたらいるのかもしれないとか、思ってたんですけども、そんなことは一切なくね、もうみんな拍手で迎え入れてというか、拍手してて本当に温かいなっていう、この会場に来てた人、まあ、全員ではないと思うんですけど、もちろんほとんどの人がこう拍手で迎え入れていて、本当にね、会場に来てたファンの方たちはすごい温かいなという、その温かさにね、めちゃめちゃ感動したんですけども、まずね感動したんですけど、僕もねもちろん拍手をしてっていうね感じだったんですけども、まあ一番最初にね、開演前に菊池マネージャーが出てきて、でその後ね2人が登場出てきて、2人からまあ謝罪というか挨拶があったんですけども、まず岡本ひなちゃんかな、岡本ひなちゃんから、まず謝罪があって、まあ、あとはそのね、いろいろ流出して、まあ、その流出してた時はこんなことになるとは理解していませんでしたと、この私を応援したいと思う人は誰一人としていないと思っていますと、当然の結果だと思っていますっていう、まあ、ただこれから一人の人にでも認めてもらえるように頑張ろうと思いますっていう、もう一度ここで頑張らせてくださいみたいな感じのことを言って、ではアルノちゃん、中西アルノちゃんに関しては、中西アルノちゃんに関しても改めてね、この場で謝罪をして、でまあ私はこれまでね、こう人に褒められるような、こう胸を張れるような生き方はしていきませんでしたよと、その活動自粛をしている期間はね、自分自身を見つめ直す時間として使いましたと、で今は皆さんの言葉を受け止めた上で覚悟を持ってこの場所に立っていますと、まあ乃木坂をね好きでいてくれる全ての方にいつか恩返しができるようにこの場所で頑張らせてくださいみたいな感じのねことを言っていたんですけども、まあそれで、ね終わって、でまあその後のねお見立て会ではもう普通にというか、もうみんなと一緒に、お見立て会やったっていう、参加したっていうね、感じだったんですけども、まあ、まずは中西アルノちゃんに関してなんですけど、まあ、中西アルノちゃんに関しては僕はもう正直本当応援の気持ちしかないっていう感じで、まあ、正直活動をね再開するの早いなっていうのは、まあ、今でも思ってるんですけど、まあ、でもそれはもうね決まったことなので、まあ本当中西アルノちゃんに関してはこれから本当頑張ってほしいなっていう気持ちしかないです。で岡本ひなちゃんですね、問題は、まあ、問題はっていうとちょっとあれですけど、問題ではないんですけど、岡本ひなちゃんに関しては僕はそのね流出した時とか、でまあこれまでの動画でも何回か、ね、言ってると思うんですけど、その岡本ひなちゃんのことをこう受け付けないじゃないですけど、その受け入れられないみたいな感じのねことを今まで言ってきたんですけど、この見立て会での言葉を聞いたりだとか、あとはその岡本ひなちゃんこの見立て会の特技披露でそのバレエをね披露してくれて、まあ、バレエずっとやってたっていうのはドキュメンタリー見た人とかはねもう知ってると思う、知ってたと思うんですけど、そのバレエを披露してて、もうそのバレエはね本当にもうただただすごかったなっていう、感動したなっていう感じだったんですけど、まあ、そういうねお見立て会での姿を見たら、まあもう一度だけこう信じてみようかなみたいな、上からでね申し訳ないですけどね、お前ごときが申し訳ないんですけど、もう一回だけこう信じたいなっていう、本人もねもう一度この場所で頑張らせてくださいって言ってたんで、もう一度だけこうラストチャンスじゃないですけどね、おーすごい上からだねお前って感じですけど、もう一度だけこう信じたいなって思いました。まあそれはねお前ね手のひら返しやんっていう、って思うかもしれないですけど、まあ、手のひら返しっす、言っちゃえば、手のひら返しっす、まあ、お見立て会での姿を見て、そう思ったし、まあ岡本ちゃんに関しては、まあ、まだ 100% その応援する気持ちというか応援したいなとは思えてない自分もいるんですけど、まあ、それはやっぱりこれから本当にこれから次第なのかなっていう感じです。またその見立て会でその5期生11人の絆みたいなものを
もう見れたというか感じたので、僕は、まあ、それもちょっとあるかもしれないですね。小松ひなちゃんに対してこうこれから頑張ってほしいっていう気持ちもこうちょっとこう芽生えたというか、っていうのももしかしたらあるかもしれないです。で、またね、昨日、ご期待リレーブログの担当5日目が、岡本ひなちゃんということで、岡本ひなちゃんのね、ブログが更新されたと思うんですけど、まあ、そこでもね、こう皆様へということで、謝罪を改めて、ブログでも謝罪をね、してたと思うんですけど、そのブログを見てもね、まあ、やっぱりブログに書いてあったもう一度みんなと一緒に頑張りたいですっていう言葉とか、これから誠心誠意頑張らせていただきますっていう言葉をもう一回だけ僕も信じてみたいなというか、もう一回だけ信じたいなっていう思ったし、まだやっぱりメンバーこのブログにも書いてあったけど、こんな私に優しく手を差し伸べてくれたメンバー、不安な夜ずっと一緒にいてくれたメンバー、顔を見たら抱きついてくるメンバーっていう、そのメンバー、まあ主に5期生なのかなと思うんですけど、支えてくれたと思うんで、そういうメンバーをもう絶対裏切ってほしくないなというか、まあ、これもね何目線だっていう感じなんですけど、その仲間というかね、ご期生の絆というか、まあ、ご期生だけじゃないかもしれないですけど、そういうメンバーを絶対裏切ってほしくないなって思います。はい、ということでね、ちょっとあんまこうまとまらなくてね、うまく喋れなかったんですけど、まあ、僕のね2人に対するこう意見というか、思ったことはこんな感じになります。ぜひね、まあ、皆さんが考えてることとか思ってることを、2人に対して思ってることをコメント欄で、聞かせてもらえたらなと思います。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで、概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ。